あいつどないしたんや。えらい機嫌悪してからに。お気楽なやつ。まあ、とりあえず犯人見つけるが先や。くそ、どっちに逃げたんや。壁に泥が跳ねてる。服部、こっちだ。わかってる。ん、何やこのパネル。ああ、見たところパネルが全部バラバラになってしまっているようだな。なるほど、そういうことなら俺がもう一度直してみようやないか。
なんやここ。真ん中の広場やないか。変だな。出口はここしかなかったはずだぜ。犯人はこっから逃げたんか、それとも…なんか引っかかるな。ああ、また一つ謎が増えてしもたわ。こういう場合は捜査の基本。言わんでも分かっとる。関係者への聞き込みやろ。そういうこと。セーブするんか。ちょっと待っててや。どのファイルがええんや。セーブするで。終わったで。ほな、どこから回ろか。ちょっとええかな。また君たちか。聞いたよ。今度は鳥海君が殺されたんだって。そうや。しかも同じ手口でな。やれやれ。この異国間外で連続殺人というわけか。鳥海さんについてやけど。ここだけの話な。土地買収の話は鳥海君から来たんだ。鳥海さんから。どこかの建設会社と関係でもあったみたいだね。あんな顔して彼もあくどいこといろいろしてたってわけさ。すまんけど念のためや。アリバイ聞かせてもらおうか。はい、言っとくが、私はあれから一歩も外へ出とらんよ。なんならうちの係員に聞いてみるといい。えらい余裕やな。演技か、それとも。なるほど、ありがとう。ちょっとええかな。誰だ。ああ、君たちか。なんかさっきと様子が違うな。ああ、なんかに怯えてるみたいやで。鳥海さんについてやけど。聞いたよ。細川に土地の買収を進めていたのが彼なんだってね。ああ、そうみたいやな。あいつが悪いんだ。僕の気持ちを裏切ったあいつが。鳥海さんについてやけど。聞いたよ。ああ。あれ。すまんけど念のためや。アリバイ聞かせてもらおうか。ん？なんだ君たち、僕を疑ってるのか。いえ、そうやなくて、一応形式で。僕はこの部屋で仕事をしていたさ。ああ、そうだと思う。なるほど、ありがとう。ちょっとええかな。大変なことが起きてしまった。どうしよう。誰だ。君たちか。何か用なのか。
あの鳥海さんについてやけど。確かに鳥海とは仲が悪かったよ。けどどうして私が彼を殺す必要があるんだ。いや、何もあんたが犯人やなんて言うてないで。貴様もその目だ。私を疑っているに決まっている。どうせ私が犯人だと思ってるんだろう。いやだからやな。そうだ、そうに決まっている。この館で私の部下が死んだんだ。あかんわ、話にならんな。すまんけど念のためや、アリバイ聞かせてもらおうか。やっぱり君たち、私が犯人だと思ってるんだな。鵜飼さん、落ち着けや。ゆっくり話を。そうだ、そうに決まっている。ここで私の部下が死んだんだからな。おい、工藤。今はそっとしとこうぜ。なるほど、ありがとう。ちゃん見なかった？え？姉ちゃん一緒やないんかいな。それが突然いなくなっちゃって。さっき大滝庵のとこ行け言うたから、そっちおるんちゃう？そうなんだ。じゃあ私行ってみるね。ん？工藤どないしたんや。とっとと次の場所行くで。あ、いや、もうここはええやろ。他んとこ行ってみよう。ちょっとええかな。いや、それはこっちのセリフや。すまんな、こんな時に。あの、鳥海さんについてやけど。私、本当にあの人のこと好きだったのよ。それなのに すまんけど念のためや、アリバイ聞かせてもらおうか。どうしてそんなこと。私があの人殺せるわけないでしょ。一応確認のためや。堪忍したって。ここの職員と一緒にレストランで食事をしていたわ。そこで事件のこと知って、私